お疲れ、かわいい。はあ、今日は長い夜だったね。藤部長、もし屋根裏の忍者が実在したらどうすればいいんですかね。多分実在しないけど、不法侵入で逮捕ってことになるんじゃないかな。私、忍者相手の逮捕術学校で習ってません。私も習ってない。多分動きが早くて拳銃当たりませんよ。手裏剣投げられたらどうしよう。かわいい、いいからもう寝な。はい、おやすみなさい。次回、箱詰め交番女子の逆襲。警察手帳トラウマ。